人とは違う筆さをつけろ、コンビニの雑誌コーナー、表紙ふとして書いてあった自分らしさってなんだ、子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものは好きだと言って、僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく、理解されない宝物から理解されるための建前、